ご視聴いただいている皆様、こんにちは。ベーカーズチャンネルの内橋です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するパンなんですけど、皆さん大好きだと思います。ソフト感にですね、こだわったチーズパンになっております。とてもですね、滑らかで食べやすいチーズパンになっておりますので、ぜひ皆様もね、作ってください。そして本日の動画もですね、前半に工程の動画しっかりとね、ポイント解説あります。そして後半には食レポと、あとレシピと工程の詳細確認、こちらもありますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速ですね、製パンの工程動画からご覧ください。どうぞ。では本日もですね、楽しくパンを作っていきたいと思います。まず最初にボウルの中に小麦粉、酵母、グラニュー糖、塩、胡椒、こちらを入れていただき、さっとかき混ぜます。そして馴染んだ後にゴーダチーズを入れて再度混ぜ合わせます。なぜゴーダチーズだけ後に入れるかと申しますと、チーズは水分を持ってます。ですので酵母だったり塩っていうのがね、そのチーズにひっついてしまうんですね。そうすると発酵にですね、ムラができてしまいます。ですのでチーズ以外の食材を混ぜ合わせた後、チーズを入れることによって発酵の安定を図る、そういう意味があるんですね。そして次に食材を混ぜ合わせた後、水とバターを加えます。そしてバターはですね、水の中で軽くなじましてあげる、これが大切で、一気にね、小麦粉とかと合わせてしまうと、バターのね、馴染みがやはり遅くなってしまって時間がかかります。そうするとね、やはり生地への負担もどうしてもね、かかってしまうので、ある程度水に溶かしてからなじませると、結果的にもですね、早く生地がまとまりますので、この方法はですね、ぜひ皆様使っていただきたいと思います。そして混ぜ合わせた生地は少し置くことによって酵母の働きをね、促します。そしてその後パンチを行うことによって、こねずに生地を作っていく、そういった意味でこのパンチは必ず必要になってきますし、パンチをすることによってね、生地に力がつきますので、ボリュームもね、その分向上いたします。そしてこちらがですね、低温長時間発酵を終えた生地になっております。体積が 1.8 から2倍か程度に、ね、なっておれば問題はありません。この間でこのね、パンチの作業へと進んでください。もちろんですね、冷蔵庫などの状態にはよるんですけども、 1.8 から2倍になる間の時間って 2,3 時間はね、あると思うんです。ですので、なるべくですね、皆さんがこうパンに合わせて無理をするんではなくて、ご自身のですね、ライフワークに合わせてこのパンチの作業へ進んでいただきたいです。これができるのがですね、低温長時間発酵の大きなメリットになっております。そしてこのパンチのですね、大切なポイントなんですけども、先ほどからですね、テロップにも入れておりますようにですね、しっかりと外からこう底の中に入れ込むイメージ、入れ込むことによってこのようにね、表面が張るんですね。で、ここでしっかりと力を加えてあげる、これがですね、しっかりとボリュームへとつながるわけですし、そのボリュームが出ることによってソフト感っていうのが出てくるんですね。で、ここでですね、しっかり力を与えないと、やはりですね、膨れないし、ボリュームのないパンになってしまいます。そうすると、やはりですね、ソフト感っていうのはあまり出にくくなるというか、弱いソフト感になるんですよね。でも、よりしっかりそのソフトに仕上げたいから、本日はですね、なるべくしっかりとパンチをしていただく。これがですね、非常に大切なポイントの一つになっております。ですが、しっかりとですね、生地を張らせる、生地に力を与えるっていうのはもちろん大切です。ですが、力を加えすぎて、表面がね、ザラザラだったり、生地切れを起こしてしまうと何の意味もありません。ですので、生地が傷まない程度にですね、優しくパンチをしてあげる。これがですね、とても大切ですので、パンチを加える、力を加えるっていうのも大切だけど、生地を傷めないっていうのも同じぐらい大切ですので、皆さんもですね、この2点に注意して作業を行ってください。では次に分割を行います。分割はですね、お好みの大きさにカットしてください。私はですね、本日ソフト感の中にもね、しっとり感っていうのを残したいです。ですので、やはりですね、小さく焼いてしまうと、その分焼いてる際にですね、水分が飛んでしまうので、固くパッサリしたね、食感になってしまうんですね。ですので、今回はなるべく大きく焼くことによって、ソフトでありながらも、しっとり滑らかな食感を持ったですね、チーズパンにしていきたいと思います。
そして分割後の仮丸めなんですけれども、これはですねパンチと同じ要領になります。側面から底に生地を入れ込み、表面をしっかりと貼らせていく。そしてこの際にですね、なるべく内部にですね空洞を作りたくないので、そこを浮かさないようにね巻き込んでもらえると中がですねしっかりと詰まります。そしてしっかりと貼らせる、これがねとても大切になりますので、しっかりとですね動画を確認していただいて、皆さんもね作業をしていただきたいと思います。では本日もですね成形の時間が来ました。皆さんはですね難しいですけどもね、しっかりこうトライしてね挑戦していただき、この挑戦がですね経験になってですね、いつか必ずねできるようになりますので、しっかり画面を見ながら、そしてねポイントを見ながらですね一緒に作業を進めていただきね、諦めないことが大切です。まずですね生地をですね少し張らせてあげて、そして綿棒を使って軽くガスを抜きます。これもですね手でガスを抜けるのであれば綿棒を使わなくても大丈夫です。そしてそこにですねエクストラバージンオリーブオイル、こちらを塗っていただき、ゴーダチーズをですね手前のだいたい3分の2程度までチーズを乗っけてあげます。そして奥から巻き込むようにですね生地を張らせながら持ってきてあげ、最後ですねしっかりとつまんで閉じます。この際なんですけども、閉じる部分にねオイルを塗ってしまうとしっかりですね閉じきれないんですよね。やはりですね油や水があるとね生地はひっつかないので、必ずですねオリーブオイルを塗るときは閉じる部分にはですね塗らないように気をつけてください。ここをね塗ってしまうともうひっつかなくてね、もうめちゃめちゃへこみます。多分ねプチパニックになると思うので、塗るときはね最後ひっつけるところは塗らないって頭の中でね何回か復唱してください。それぐらいね大切です。そして生地を伸ばす際の注意点なんですけども、これはですねいつもと同じです。なるべくですね厚みにムラがないように伸ばしてあげてください。そして先ほどもお伝えしてたオリーブオイルは閉じるところは必ず塗らない。そして上からですねコロコロっと巻き込んでいくんですけど、その時にですねただコロコロって転がすんじゃなくて、グッグッってね生地を少しこう張らせながら、これがね大切なんです。でこの張らせるっていう作業を行うと、このようにですね腰の上がった生地になるんですね。ですので成形が終わった際に横から見ていただき、このようにね腰の上がったパンになっていればグッと、でも逆に腰の落ちた山形みたいな形になってたらちょっとね張りが弱かったっていうところになります。ですのでそこを目安にしてね作業していただけますと、この生地がしっかりと張らせられたのかっていうのをね判断できますので、皆さんもですね成形した後に一回横から覗いてみてください。そうするとですね、あ、今回のが良かった、今回は失敗だったっていうふうにね分かると思います。それがですね知識となって身につき、それがね経験となります。その経験はですねこのパンだけではなくて、いろんなパンのベースになることですので、皆さんもですねしっかりと確認しながら、ここをですねポイントで押さえていただくことが大切だと思います。ということで本日もですねもうほとんど終わりました。あとは焼き上がるのを待つだけです。でこのチーズのね焼けてる匂いが部屋中に広がりますので、皆さんもですね、私もねいつも言ってるんですけれども、ここでね匂いを嗅ぎながらコーヒーだったり紅茶っていうね、そのねすごく贅沢なね時間を一回過ごしてみてください。そして焼けたパンを食べながら2杯目の紅茶だったりコーヒーを飲む、もうねこれがね至福の時間なんですよね。そしてこの焼けた時に一気にこのパンの香りが爆発するんです。もうねこれはね味わうとねやめれないですよ本当に。だからねもっともっとこの自家製パンライフがね世間にですね浸透してほしいなって心から思います。でそのためにですね私はもっともっと頑張らなきゃと思っております。はい、いかがだったでしょうか。ソフト感伝わったのではないでしょうか。そして、ね、たっぷりのチーズ、そして焼けた時のあのビジュアル最高ですよね。まずですねレシピの解説をしていきたいと思います。レシピは本日ですねグラニュー糖を使っておりますので、砂糖の甘みっていうのをね添加しております。そしてですねメインのチーズもですねたっぷりと入れておりますので、甘みのある生地、そしてソフト感がある生地に濃厚なねチーズがこう混ざり合ってね非常に食べやすい、そんなレシピにしております。そして次に工程の解説を行います。
工程はですね、こねずに低温長時間発酵、冷蔵庫でね、ほったらかし発酵になりますので、とても楽な作り方になります。力のね、かかる作業とかもほとんどありませんので、お子様とね、一緒に作っていただいたり、あとはね、やはりこねるのがね、しんどい方、そういった方にですね、非常におすすめの作り方になっております。そしていつもであればね、こっからですね、実食のレポートがあるんですけども、こちらですね、タイトルにも書いてあったんですけど、実はですね、私が前に勤めておりました会社のですね、上司がですね、移動されることになったので、お礼といたしましてね、このパンを焼きました。その上司の方がですね、チーズパンが大好きなんですね。そしてしっかりと味のついたパンも好きっていうところからですね、今回はソフトで、そしてチーズをたっぷり入れて、しかもお砂糖ですね、しっかり甘みが出るグラニュー糖、こちらを使っております。このようにですね、このパンは私の市場が思いっきり入っております。皆様この場でね、ごめんなさい、申し訳ないです。でもね、めちゃくちゃお世話になったんで、私ができることといえばですね、思いを込めてパンを焼くっていうことなんですよね。そしてただね、焼いてお渡しするのも、まあそれはそれで全然 OK だとは思うんですけど、せっかくなのでこういう風に動画にしてね、残して思い出としてね、置いときたいっていう意図もありまして、この YouTube でね、配信、そしてレシピっていうところの公開もさせていただいております。こちらのレシピはね、何回も作ってるので味は覚えておりますので、こちらはね、少し解説させていただきたいと思います。何度もお伝えはしてるんですけども、滑らかでソフトで非常に食べやすい濃厚なチーズパンになっております。あとはですね、チーズを練り込んでますので、全体がね、チーズの味になってるんです。ですがそこにですね、エクストラバージン、しっかりめのね、オリーブオイルを入れることによって、味にね、こうアクセント、変化があるんですね。そうすると食べるとき、食べる場所によってですね、味が変わるんですね。それがですね、やはり食べてるときのこうワクワク感っていうのにつながってて、そしてそれがですね、こう食べてて美味しいなとか、そういったですね、味の変化を楽しめるパンにしております。ということで本日はですね、思いっきり私の市場を踏まえたパンにはなったんですけれども、もちろんですね、このレシピ人様にあげるパンですので、しっかりと作り、そして考え込まれたレシピになっておりますので、ぜひですね、皆さんも作っていただき、召し上がっていただきたいと思います。そしてですね、この YouTube 上で大変恐縮ではございますが、 M さん本当にありがとうございました。お世話になりました。しんどい時にね、助けていただいたこと本当にね、忘れませんし、これからも私頑張っていきたいと思いますので、時々見ていただけますと幸いです。お体ご自愛くださいね。ありがとうございました。というわけでですね、皆様少しお時間いただきありがとうございます。この動画がよろしければ、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。皆様いつもありがとうございます。ではですね、日々素敵な自家製パンライフをこれからもお過ごしください。またお会いいたしましょう。バイバイ。